はい、皆様こんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのタイタンホールキャンペーン続きをプレイしていきたいと思います。前回の続きからですね、BT と合流をしなくちゃいけないらしいんですが、この先かな、よいしょ。でここだ。あー、 BT いるね。ここか。ん、また会えたな、相棒。そうですね、パイロット。パイロット、霊流を止める制御装置は隣の部屋です。ハードにマークします。おーい。これか。ん？作業ロボットかな？これで、こっちでいいのかな？ほほん？チェックポイント。ああ、作業用ロボットここにあるね。この下かな。ズザー、はい、向こうにいるね。なんだ、あそこにいる。そうか、ケインっていうのがいるらしいよね。向こうにもいるな。バレないように。結構すぐ切れちゃうんだよな。どうもー。こっそりこっそりこっそりと言って、ふっ、味方が負傷、敵は未確認、ふっ、消えて、敵だ、ふっ、結構いる。オッケー、全員排除したか。まだいんな。上、オッケー、危ねえ。お、まだいる。お、ビビった。これはあ、アサルトライフルか。これもサブマシンガンだね。霊流を止める必要があります。ほう、ハドに制御装置をマークしました。これか。どれ、ヘドロのポンプを停止。ポンプのフィルターシステムをオーバーライド、緊急停止を開始します。これでどうなるんだ。テック？なんだ？ポンプ停止シーケンス 20%。 こっちか。よっ。おっ、なんか下にいる。何？おう、おう、いて。ヘドロに含まれた高濃度の重金属がやばい。ターゲティングシステムに干渉しています。よいしょ、いいから撃て。どうした、いい、やべやべ。視界を確保せず、光線域への射撃はプロトコル3に抵触します。 OK、 テックどっかって言ってる。やばい、どっから来る、どっから来る、どこに行けばいいんだ。ポンプ停止シーケンス、あ、なんか来てる。あそこに敵がいるな。やばい、テック、危ねえ。うわ、来てる、怖っ。おお、誘爆してる。オッケー、やばい。お、ふい、倒して。その先いるね。やばい、敵の数がすごい量だ。あ、まだテックが来る。 BT 助けて、助けて BT。 よーっとん、こっち来るな。まだテック来る。テックは来てるね。ポンプ停止シーケンス 50%。50% 来るんじゃない、怖い。おー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 、すごい量だ。お、危ねえ。下にいる。お、危ない。
ほいよ。お、やめて。 90%、 やばい、危ない、倒した。 OK、 倒して、まだか、完了、完了、よし。パイロットの視点の映像を再取得しました。危険な状況、援護を開始。お、OK、 VT が援護してくれてる、素晴らしい、見えるぞ。お、ナイス、下にいるな。どこだ、ソナーパルスを起動。了解、ナイス。これでほとんど排除したんじゃない。どうだ、やったか、よっしゃ、ふう、これで BT と合流できるのかな。よーし、待たせたな BT、 一緒に行こう。操縦権を移行、プロトコル2、任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。ほう、ここは行けるんだね。こっち、これ何なんだろう。ドン、あ、はい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 、バッテリーがあるんだね。体力最大、バッテリーを取ってミーティに入ると、パイロットモード、おお、オッケーオッケー。ソナーパルスを打って敵はいないか。じゃあこの上かな。おう、7、ケイン、ケイン様のパーティーを邪魔して、命知らずがこいつか。おやおや、ここに逃亡中のヒーローかよ。それも SRS のバンガード級タイタン。ああ、そう来なくちゃあー、やばい感じ。楽しくやろうぜクズ野郎。ああ、やだ、俺はやりたくない、そんなやつを。おい、パイロット、エレミットの燃やかすを避けてください。損傷を受けます。了解、ファイヤー、敵タイタンの撃破。 OK、 破棄、破壊、リロード。シールドを出して撃つべし。そのロック剥がれちゃった。ボルテックスってんな。ファイル、痛え、やばい、戦い続けてもいいが、そう簡単に死なずにやらん。このいやだ、こっち来んな。ボル、いいよ、ダメージ食らってる。ファイヤー、サルボコア、レディ、サルボコア、オンライン、サルボコア。ケイン様には聞かない。俺は昼も夜もぶっ通して戦えるが。いや、ずいぶんお前ダメージ食らったけど大丈夫か。やばい、オッケー、あー、これはあれなんだね。ダメだ、おら、おら、おら、よっしゃ、倒した。あれ、意外とあっさりだな。お見事です。ケインのヘルメット内無線は無事です。回収しましょう。はーい、投稿して下にケインの死体からヘルメット無線を取る。よいしょ、ケイン、よっ、トンネルで投影が必要だ。よいしょ、うわ、悪いな、もらうぞ。行かれたやつ、本当に行かれたやつだったな。おお、なかなかいいヘルメット持ってんじゃん。あ、これで防止できるんだね。よっしゃ、
IMC の信号を傍受。スロー、こちらブリスク。ブリスクだ。IMC はもうすぐアークの封鎖を終える。ドラコニスの発進準備を。了解。ミリシアの捕虜は捉えてますが、どうします。やっちまえ。やめろ。これから向かう。以上。あー、敵にもパイロットがいるんだな。通信の防御は昔から行われてきました。これで有利に戦いを進められます。おう、動かないと死んでしまいます。オッケー。おー、クリアできた。グーバーのログ。 BT とのニューラルリンクが改善し、ケインという IMC の傭兵を倒すことができた。俺たちは再びアンダーソン少佐を探して合流地点へ向かっている。追われる身であることは変わりはないが、ケインの無線を回収したことで敵の通信は傍受できるようになった。さあ、どちらにしてもまあアンダーソン少佐とまだ合流できてないんで、合流しなくちゃいけないね。続行。深淵へ。アンダーソン少佐はここを通りました。合流地点への近道かもしれません。行きましょう。行こうか。 PT 乗せて。パイロット操縦を開始。足元に注意。了解。いる？ここで何をするんだ。この施設を通ってアンダーソン少佐との合流地点に進むしかありません。ほう。その他に道はありません。ここは何だ。ファイルにアクセス中。不明です。不明？何なんだここは。お、新しい武器だ。 OK。 スコーチ。あ、スコーチが手に入ったのかな。ほう。スコーチの武器ゲッチュ。こちらアッシュ、どうぞ。アッシュだ。応答しない。ミリシアの英雄気取りのパイロット、あいつがそっちへ向かったはずだ。始末しろ。了解しました。以上。これ降りれんのかな。ブリスクというのはミリシアに指名手配されている戦犯で、主に IMC に雇われています。またラスティモーサ大尉の死にも関係しています。いたからな、あいつな。下降りて。あいつはラスティモーサ大尉の仇だからね。逃がすわけにはいかん。おお、なんだここ。植樹？木だね。ほう？ほう。あ、普通に。ミリシ、あれだね、IMC がいるね。はい、どうも。はい、どうも。おい。おい。そこ、燃えちゃうよ。おい。ドン。はい、ドン。で、ドン。よっ。おっ。シールドを回復させて。奥に逃げたな。あー、そこ熱そうだね。後ろ大丈夫か。オッケー、燃えてしまえ。うーら、消し済みしてやるぜ。おっ、おっ、なんだこれ。自分もダメージ食らうのかい。危な。体力回復しないとやばい。いたたたたたたた、自分の攻撃で一番痛い。ない回復。よいしょ。この奥とかになるんじゃないの。ない。いた。どうも。これは関係ないのか。よどぞ。 OK、 俺は降りて BT と一緒に共闘しようかな。ここは何なんだ。何かのプラントなのかな。いる？いるな、この先。来るぞ。倒した。排除？排除してない。転んだだけか。おー、なんだ。ほい。敵歩兵隊と交戦中。頼むぜ、BT。
素晴らしい。おいいね、やるね。なんだって OK 後ろが来る。はい、じゃこれなんだ。サブマシンガン2つあってもしょうがないからこれもらっとこうかな。ファイヤースター、タバコが吸ってある。あー BD の回復のやつがないな。欲しいな回復。おおなんだ、おおめっちゃいる。あこれあれだね、撃ってるとどんどん速くなっていくやつだね。 BD やれ。おあやられた。リスポーン普通にやられた。 BT 乗った方がいいのかなこれ。BT 乗せてすまんね。よし行こうか。あー少し体力が回復してる。ほいどほい、横は来ないな。あれに当たったらやばそうだね、横から来るやつ。来た、よし今のうち。 OK、 あー体力の回復がある。なんだどうだ、そっかやろう。ドンで燃えてる間は進めないから、あれこれ俺も進めないなこれあー消えた消えた。これで体力回復。おい逃げ潰してやるぜ。おいよ燃えちまいな。ドン、いいね最高だ BT。 ドリャー、やばい敵のタイタンだ。いいね燃えてるよ。なんだあそこにもいる。痛い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 、やめてくれ。ほいで燃やす。リトエンド。どこだ、早いなおい。よし倒した。いっていい、こいつを食らいな。回復は横にあるな。トーン、トーンがいる。そこにもいる。ロックオン、やべえなトーンがいるぞ。あれだ敵と音球発見。愛情に移る。ほいさあ撃ってこいよ。ファイヤー。これ以上は当てさせないぞパイロット。おおやってみな。バッテリーが後ろにある。ほいデッド。逃げんじゃない。どこ行った？ん？横？あそっか。まあ奥に逃げちゃってまあ。おい。危ねえ。おおここ。フレームコアオンライン。後ろにいるな。どこだ？あれか。ここ。もうちょいか。あんここ。体力を回復しておいて、この辺はタイタンで移動しちゃった方がいいね。何やってんねん。おおそんなに来るの。
ほう、行くぜ、フレイムコア。一体倒した。当たったな。だがもっとよく狙え。よいしょ。ここ。アルボコアを起動。やべ。ねえ、行ってー。帝国、帝国。ほい。ほい。やばい。やばい。体力回復しないと。あぶね。いやでも全然足んない。外した。そこ、まともな武器があれば、お前をとっくに倒してるんだが。おお、まともな武器がないのかい。そいつは残念だね。フレームコア準備。 よし、そこ。 OK。 パイロットさすがです。ずいぶん上達しましたね。あぶね。いや今の危なかったよ、 BT。そこにあれがあるんだよな。よいしょ。ください。パイロット操縦を開始。よし、体力が行く。いやーすげー来んだな。あんなに来ると思わなかったな。でこの先、ここは一体何のプラントなんだ。あ、新しいあれだ。よいしょ。タイタンロードアウト、ブルート、ロケットランチャー、メインだと一度に4発のロケット発射、オートで1発ずつロケットを発射。ふんふん。ボーテックシールドとマルチミサイル、フライトコア、ブイトールホバー。ふんふん。ああ、ああ、懐かしい。これ1の時にあったやつだ。近道です。ハドレ制御盤を確認してください。了解。あ、あそこだね。また近道か。信じてください。よいしょ。ここに景気感銃があるから、向こうには普通に俺が行った方がいいんだな。オッケー。敵歩兵隊が放送しよう。この野郎。敵のパイロットにやられる。オッケー。大丈夫だね。よし。フラググレネードとファイアスターか。まあいいんじゃない。これで。カーゴリフト起動。お、ここにも武器ある。景気感じ使いづらいな、これ。ショットガンにするか。サブマシンガンとショットガン。不正なタイタンってどういうことじゃ。おお、なんだ。あ、 BT、 どうした。やばいやばいやばい、 BT が。よいしょ。逃げて BT。 ちょっと何やってんの BT。 7274緊急バーストフィード。ミッション、パイロットクーパーと合流、アンダーソン少佐を探す。注意、周辺に危険な機械。実況、除去、マニピュレーターアームから脱出不能。行動、思考ナンバー35を開始、失敗。除去、マニピュレーターアームから脱出不能。行動、思考、36を開始、失敗。ダメじゃねえか。結構間抜け。完全にあの BT キャッチャーになってんな。パイロット、パイロット、助けが必要だ。今言ってる。ちょっと待ってなさい。よいしょ。ちょっとうちの BT 何してくれちゃってんのよ。おい、消えて。追いかけないとやばい。かっこいい狙い方すんね。まあ殴るけどね。 BT どこ行った。 BT どこ行った。 BT どうすりゃいいんだこれ。こうか。ん、違う。
あーちょっとすいません。どれだ、よいしょ、これじゃない、サブマシンガンどこだ、これだ、はい、失敬、よいしょ、で、こっちか、ほっ、あーやだ、あー落ちたら死ぬね、これはね、よっ、で、こっちからのジャンプ、クーパー、聞こえますか、聞こえるよ、私は今、サブステーションに運ばれています、サブステーション、よいしょ、BT、そっちへ行くには外部沿いに仮想へ進んでください、警告、通信が切れます、あら、BT がやばそうだね、あーやばい、あぶなー、おー、今のやばかった、こっちかな、よいしょ、あは、ウォールランを使って、よいしょ、ほい、ズザで、この下大丈夫か、よし、作業用ロボットがいるな、よいしょ、パイロット、施設中に IMC 兵がいます、ここか、最後に気をつけてください、了解、ありがとうよ、あー落ちてる、どうもパイロットです、おー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 、なんだこれ、ヴァンガード級のタイタンがいます、どうします、そんなもん破壊しちまえ、パイロットはどんな近道だ、ここの施設には処刑器具が揃っています、必要なら役立ててみせますよ、アッシュ、そこは遊び場じゃない、よい、のために無理飛び移れないらしい、よいしょ、パイロット、現在組み立てライン上にいます、共通の出口があるはず、足場の動きに沿ってください、了解、組み立てラインの流れに沿って BT を探す、組み立てラインで潰されないよう気をつけてください、おお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 アッシュっていうのはあれだね、なんか人造人間らしくて、一応ねマルチのその勢力にもあるんだよね、なんだあれ、なんかいる、あれだな、人間クラスのシールド、パーティクルシールド使ってるなあ、ダメだ、うまく後ろに回り込まないといけないね、はい、どっどっどっ、ちょっと回復して消える、ここ、よしで、ドンドン、ほう、よっ、リロード、ほい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 、ほう、危ねえ、潰されちゃう、チェックポイントで、どこだ、あー特に何も出てこないな、まあ組み立てラインに沿っていきゃいいらしいんだけど、あーなるほど、こういうことか、あーこっちも行けるな、結構広いなこのエリア、あは、なるほど、そういうことか、
こっちに行って、やばいよやばいよ、ほっ、おいしょ。あー、なんか植樹してんだな、やっぱりプラント工場みたいな感じだね、ここ。いる？よし、こいつはショットガンのいいな。オッケー。いやー、もう弾がね、ストップ。あ、これだったら倒せるんだ。へえ、覚えとこ。リロードします。栄光がついてる、いいね。あそこにいる。よし、ちょっと外から回っていこうかな。おお、こっちでいいのかな。組み立てラインに沿ってって言ってるからな。はあ、うん、こっちっぽいな。あー、なるほど、あそこの壁か。あーは、あ、なるほどね。よいしょ、いけるか。よし、いった。消えちゃう、殴っちゃう。いや、やべ、結構いる。いいね、いいところに当たったんじゃない。ほい、やった、よし、やった。上にも行って、やばーい、痛い。いや、結構な数。あー、そこにもいる。ほい、だよ。なんかスティームかなんか欲しいな。いやー、あのタレット硬いな。ここはなんだ。よし、電気スモークをゲットしたけど、よいしょ。は関係なく撃ってくんな。よし、タレット破壊。え、そこ、あとはやったかな。よし、チェックポイント。こん中とか、あー、何もないのか。これは、あー、アサルトライフルか。アサルトに変えとくか。結構武器はその辺にあんだね。で、今度は向こうに行かなくちゃいけないらしい。リロード。んで、今度は普通に乗ってけばいいのかな。うん、そこのアームが出てきて、へい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 、はあ、据え付けて、で、前に行くんだ。パイロット、私はプレハブ建造物エリアにいます。距離はありません、進んでください。はーい、レンジャーコール、何を作ってるんだ。不明ですが、住宅を作っているとは思えません。だよね、得意ですから。なんか椅子とかもあるし、な、え、なんなのこれ。普通にソファーなんだけど。人形がある。ジオラマ？あ、出てきた。どうも。結構硬いな。よし、潰されないようにしないとな。よいしょ。敵かよ。
よし、排除した。やばい、テック、テックはいかん、テックはマジでいかん。うっ、いやー怖い、ダメ、うわー、テックはつらい。あれマジ怖いな、テックはいかん、本当に最優先だな、壊すとしたら。あぶね、いった、どこにいる、あれか、こっち向け、こっち来い、よし、でこっちに移動してたな。謎だね、何を作ってるのか。あ、向こうにいる、あー、なんかテックがいる、テックはいかんって、マジでテックはいかん、うん、テックはいかんよ。どうだ、こっちか、よし、いろいろ武器ねえかな、ないか、あー、まあ景気感じはあるな。おい、よいしょ、ほうこ、リロードしてチェックポイント、はい、ではちょっとチェックポイントに来てましたので、今日はこの辺で終わりにしておきたいと思います。次回この続きから、この謎の工場を調べて、BT がね、連れ去られちゃったんで、BT を探しに行きたいと思います。ここが何なのかね、そして、人造人間は何なのか、アッシュね。ちょっと、私、前に所属してたところだったんで、気になるんでね、このバックストーリーとか分かりそうなので、気になるところですが、それはまた次回、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。次に会うときは、ゲームの高みで。